奥多摩湖奥多摩湖の航空写真。1976年度撮影国土、交通省国土画像情報をもとに作成奥多摩湖は、正式名称を、小川内貯水池といい、東京都西多摩郡奥多摩町と山梨県、北鶴郡の多摩山村、小菅村にまたがる東京都水道局管理の人造湖である。1957年、多摩川を小川内ダムによってせき止めて作られた。 春工当時、水道専用調水池としては世界最大規模の調水池であった。現在も水道専用調水池としては日本最大級を誇る。現在、東京都の水源は、利根川水系を主としているが、滑水時の水がめとして極めて重要な役割を担っている。また、東京都交通局の発電施設も併設されており、 発電された電気は東京電力へ売却され、奥多摩町、大梅市などの多摩地区に電力を供給している。湖畔には様々な見どころ、観光施設があり、首都圏のオアシスとしても親しまれている。建設計画自体は昭和初期に遡る。しかし、ダム建設予定地である旧、小河内村の幼稚買収の難航、着工寸前に起こった神奈川県との推理権をめぐる。 水利紛争、戦争激化による建設工事の中断等により着工から19年の歳月をかけて竣行した流入河川を含めて以下の魚介類が生息、または生息すると推定されている奥多摩駅下流から多摩川上流を形成する奥多摩山域と奥秩父山海の山麓の森林で秩父多摩川国立公園の指定区域にあり奥多摩湖及び 日原川の源流部が東京水道水源林として水源の森100選に指定されている。東京都水道局は2017年、小川内貯水池と水源林を含む7箇所を東京水道名所に選んだ。東京都の重要な上水道源である奥多摩湖の保全を目的に奥多摩から山梨県北鶴郡及び甲州市市市の瀬高橋地区にまたがる。 東西約3 1トル、南北約2 0トルの日本でも、有数の水源林地帯である。所在地は、東京都西多摩郡奥多摩町、山梨県甲州市、北鶴郡多摩山村及び小菅村である。戦前の旧小郷内村工事巡南者、慰霊小郷内ダム竣工記念切手奥多摩水と、緑の触れ合い館集落の後に放置され、木銀に渦漏れた、大戸山林。 1955から56年頃製造の大発である周辺にはダム春工時の水没からは免れたものの当時事実上の孤島となった集落の面影が散見でき当時放置されたと思われる木々に渦もれた王都山林も見つけることができる麦山浮橋保存されたドラム環境湖面には麦山浮橋と留浦浮橋の2つの浮橋がかけられている これらの橋は当初二重にドラム管を用いていたことから今でも通称ドラム管橋と呼ばれている。現在の橋ではドラム管をやめドラム管に類似の形状の合成樹脂製の二重が用いられている。この橋は歩行者専用で下流側の麦山浮橋は国道411号と奥多摩周遊道路を結んでおり奥多摩の観光名所として知られている。滑水寺など 貯水量が減少した際には撤去される、小河内ダムに関するカテゴリー、ありがとうございます。